一、あなた、大井という女を知っている？噂にだけ聞いたことがあります。一族を撃った馬長さんに復讐を誓う女性だと。その大井が長篠に攻め寄せたらしい。そして長篠を守るのは馬長。大井は妖術で操られているそうだけど、本当かしら？お姉様、楽しい地獄が見られそう。イチ、あなたも一緒にどう？奇跡は起きた。ついに妖者を打ち倒したのだ。喜びに沸く討伐軍だが、その一方で真の脅威が出現していた。妖者の巣に開けた新たな道、その先から漂い流れる強大な八つの気配。誰もが確信していた。この先に待ち受けるものを倒さねば未来が開けることを。そして自分たちならば必ずや未来を開けることを。今、最後の戦いが始まろうとしていた。凄まじい力が8つこの場所に散っております。ああ、俺でも感じる。ここまでの力を持つ奴らが相手だ。これが最後の戦いだろ？はい、おそらくは。なら何も出し惜しむ必要はないな。力いっぱい正真正銘の本気でいくぜ。最後の一踏ん張りってやつだね。俺も頑張ってみようかな。最後の戦いであろうと何も変わらん。全力で貫き通すのみ。行くぞ、俺たちの未来のために。寝て暮らせる明日のために。軌道なりってね。予想してたけど、オロチがこっちに行く。しかも、ラジオで戦ったオロチとは一味違う。圧倒的な力と存在感だ。我らは幾多の困難を乗り越え、この戦いも乗り越えられると信じるのだ。そうだな、勝ち取ってみせる、俺たちの未来を。何も変わりはしない。貫くだけだ、俺の正義を。これだけすごい敵が出てきたんだし、これが最後の戦いだよ。早く終わらせて、いいかげんゆっくり寝たいよ。多分これが最後の戦い。ここまでよく頑張ったもんだぜ。あと一頑張りだ。めんどくせ、なんて言ってられねえよな。行くぜ。終着至極に存ずる。メッセ、メッセ。
これは興味深い。ここは流血、大地の力が集まる場所だ。この力私ならば使いこなせ、オロチの術を止めることもできようだ。なんだこれは。俺の奥底から術と恐怖が湧き出してくる。するものか。これを我が闘志、前へ進むのだ。人の心を責める術、以前のオロチでは考えられぬ技。他のオロチにも警戒の必要があるだろう。それぞれが固有の能力を持つと考えられる。いたか。さて、悠長に構えている暇もないよ。北と南よりオロチが迫っている。同時に複数のオロチを相手にしたくなる。北と南の道を岩で塞ごう。俺が敵の進軍を食い止めてやる。その間に道を塞げ。このゾクゾクする感じ、本当のオロチ様みたい。滅びよう。残念。力はオロチ様並みだけど、頭はヘビ並みね。やりおる。敵将、魔王妃が討ち取った。実に素晴らしい。次回こそ我が望み。目を見張るばかりの戦ぶり。その戦ぶり手本といたします。しばらくなら耐えられる。心配するな。だからって放っておけるか。待ってろ、すぐに援軍を送る。ひとまずこの辺りは片付いたか。よし、孤立した味方に援軍を送るんだ。さあ、術はなった。今こそ魔王の復活劇に幕を引くのだ。滅ぼす世界よ。
を担当と、せいなぬかん敵将ラモンヒが討ち取ったはっはっ槍を貫け絶望の闇を導け希望の光をさあ、終わりにしよう明日から寝て暮らすんだ今こそ勝ち取る俺たちの明日未来よ目の覚める戦ぶり見事完全なる滅びよついついやーなぬかんついものにも止められん。寝て暮らせるついに平和を取り戻したのだっ戻ったものはでかいが戻らなかったものも大きいな楽勝楽勝ちょっとやりすぎちゃったかな